フェルトが貼り付けられたカラフルなお守り。真ん中には大きく合格と書かれています。実はこれ、ホタテの貝殻。受験を控える豊浦町の中学生のために、一つ一つ手作業で作られた合格祈願のお守りです。豊浦町は海産物の総水揚げ量の9割がホタテ。 違いに穴を開け、ロープにくくりつけて養殖をするミミズリと呼ばれる方法をとっていて荒波に耐え、落ちなかったホタテだけが出荷されます落ちないホタテを使った、落ちないお守り高等学校を受験する生徒たちのために 出来上がったお守りは町内の豊浦神社で祈祷をした後生徒たちのもとへと届けられますお守りをお渡しした生徒さんみんな合格しているということなので今年も合格率100%で頑張ってもらいたいなと思います豊浦町でしかきっとできないお守りですしこう一人一人がもらえるっていうのはなかなかない機会だと思いますので非常にありがたいなっていうふうに思ってます 試験まで残りわずか頑張れ受験生